やあみんな、皆さんこんばんは。エキアビ 4J とチーム広島県代表ののんのんこと奥本ひやんです。よろしくお願いします。イエイ、やっほーみんな、久々。おつ元気？配信はいつぶりでしょうか。果たしていつぶりかは分かりませんが、割と久々だと思いました。いつぶりだろうね。おつおつ、コンサートぶりかな。コンサートの前の日ぶりかな。ラジオぶりかな。そんぐらいだよね。明治以来、いや縄文以来じゃない、みんなと話すのは。縄文時代ぶりということで、約5億年ぶりですかね。5億年ぶり。こんばんは、こんばんは。どうだった、みんなコンサート。髪伸びたな、部屋の。コンサートどうだった、みんな言ってみ、感想。楽しかった。楽しかったか、よかったね。よかったね、楽しくて。楽しかった、楽しかったか。こんばんは、楽しかった、よかった、よかったね、楽しくて。アイドルがいっぱいいた、アイドルいっぱいいたの、よかったね。いて、くまちゃん可愛かった、ありがとう。くまさんゴッド、あざっす。楽しかった、楽しかったか、よかったね、楽しくて。歌声素晴らしかった。そう、なんかコンサート終わりに久々にエゴサをしたんですよ。しかも奥本ひなのと、この涙は君に注ぐで英語さしたらね。そしたらもうめっちゃ褒めてくれてる方がたくさんいて、嬉しくて、もういいね押しまくって、これこの指でいいね押しまくりました。そう、褒めてくださってる方にはいいねたくさん押しました。言えばよかった。そう、こんばんは。そう、いいね来てた、本当。褒めてくれてる方に嬉しかったからね、いいねをしました。そう、上手くなった、本当嬉しい。こんばんは、こんばんは。10曲連続が吠えた、やばかったよねあれ。フェノも、でも本番は、私本番になると汗かかなくなるんですけど、あのリハ中すっごい汗かいて、もう前髪パーンみたいな、もうみんなメンバーみんな前髪なくなってて面白かったですよ。ちょっと明かり弱くした、目に目が痛かった。メンバーみんな前髪なくなってて面白かったです。今回はね、メンバーエピソードが割とたくさんあるんですけれども、くまちゃんの、くまちゃんの髪型をしてるんですよ、私。2個お団子。この長さでできるんですごくない？この髪の長さで、くまちゃんのお団子をしてたんですよ。で、ゆきまるとね、ティーンを探しに行ってたんですよ。で、楽屋が今回4つぐらいあって、その4つ目の2つ4つ探しているうちの2つ目の楽屋に行ったら、ヨコちゃんとセリカちゃんとマリアちゃんがいたんですね。で、ゆきまると2人で「お疲れっす!」っつって「お疲れっす!」っつって、その楽屋入って「ティーンいないですか?」みたいな。で、いなくて。
したらセリカちゃんがクマ、あ、ちょ、マリアちゃんか、マリアちゃんがクマかわいいじゃんって言ってくれて、まあ、ありがとうございますって言ったらセリカちゃんが変な髪型に背高いの絶対絶対目立つからいいよって言ってくれて、すごい輝いた目で言われたんだけど、変な髪型その横で横ちゃんめっちゃ爆笑してましたね。変な髪型って言われちゃったすごい輝いた目で褒めてくれたんだけどさ目立つからいいよってめっちゃ輝いた目で言われたんだけど変な髪型って言われて、雪丸と二人で爆笑してました。ほんで、そう、すごいね、輝いた目で褒めてくれました。でも見つけやすかったでしょ、みんな見つけやすかった、わかった、すぐ。そう、褒めてくれました。迷った、よかったよかった。直前までポニーテールにするかクマさんヘアにするかめっちゃ迷ってたんですけど、そう、そもそも身長ですぐ見つけられる、確かにね、確かに。で、あの楽曲中に天の尺バッタを披露したんですけど、天の尺バッタ心の影かっていう天の尺バッタを披露したんですけれども、その天の尺バッタで、私あのドゥドゥルドゥ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 って更新していくじゃないですか。でその後にティリティリティリリで、あの四角の形になって、その真ん中にこうやって4人でぐるぐる回って、めっちゃ近くでこうやってトゥ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 っていう振りがあるんですけど、ひなこ、ゆきまる、私、はまちゃんっていうこの4人でこうやって四角形作ってたんですけど、私の隣がゆきまるとはまちゃんだったんですよ。でめっちゃ近いから、もう手とかめっちゃ当たるんですよ。その時にハマちゃんがさ、手つないできたんですよ。可愛くない？こう単純な自慢なんだけど、可愛くない？これ単純なね、ハマちゃんファンの方にマウントを取りたいんですけど、私はあの楽曲中に手をつなぎました、ハマちゃんと。そう、可愛いでしょ。映られました、私。あと確認しよう、映ってるかな。映ってたらエモいね、これは。映ってたらちょっとスクショ送ってそう、お手手をつなぎながら、でてて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 、いや、みんな見た方がいいっしょ、見たいっしょ、みんな。ちょっとハマちゃんのファンの方は見てください、で私に嫉妬してください。そう、私に嫉妬してもらえればねと思います。家族来てたの？パパとママが来てました。浅井ナーミーが背が一番高いのノノってことを認識してました。なんだその話、ちょっと詳しく言ってみ、ツイッターでつぶやいとく。どういうこと何つぶやくの、手つないでたっていいだろういいだろ。あとなんかね、あの入り口が、あの今回割とステージが広いから入り口がたくさんあるんですよ、ステージに行くための。でこの真ん中のね、割と、あ、思春期のアドレナリンとかユニットとか、昨日の AKB の公式配信で話題になってた。へえ、見てなかった見てなかったわ。こんばんは、こんばんは。昨日の AKB 特別配信で言ってた。なんて言ってたの？教えて、教えて、ちょっとみんな教えて。
気にするから遅くなった、ごめんごめん。こんばんは乙姫さん、面白かったよ、ありがとう、 Thank you、 シェイシェイ。こんばんは、こんばんは。そうで、何の話だっけ。あ、そう、あの入り口がたくさんあったんですよ。こことこことこことここも入り口があって、奈良さんはナミが一番高いと思ってたけど実は奥本ちゃんなんですってなってた。ウェーイ、え、そうなの、一番高いの。でも確かにみんなちっちゃいなとは思ってた確かに、ね、確かにみんなちっちゃいの、あれみたいな、あれみんなこんなちっちゃかったかなとは思ってたけど、あ、こうやったら見えないもん、みんなのこと、どこそう、じゃあ何件話飛ぶねん。違う、入り口がこことこことこことここにあるんですけど、あの真ん中のところにあのなんかあの真ん中に、真ん中がちょっと天井低くなってて、そう低くなってて、なんかあのリハ中とか私何回当たったか分かんないほど頭ぶつけて、しかも懲りないんですよ私。一回ぶつけた時に行ったと思って、あの思春期のアドレナリンの時にあのカレンちゃんとサラノちゃんが横にいたんですけど、あのカレンちゃんめっちゃ爆笑してて、で行ったと思って、もう絶対ぶつけないと思ったな。2回目ユニットで、下を上がる時にまたガーンってぶつけて行ったと思ってそう、何回ぶつけたか分かんないぐらいぶつけました。めっちゃ痛かったです。なんか降りるときは気をつけるのよ、見えるから、ここにあるからこうやってやろうと思って。でも上がるときってあのマジであの見えないのよ。もうね、一応なんかぶつかっていいようにクッションみたいなやつはあるんだけど、待って、嫁から LINE 来たわ。ミスターからねえって来たんだけど、どういうことだと思う、告白かな、ついに告白、ねえの次告白じゃないことある、キャー、どうしよう、なんだろう。一応クッションはねあるんだけど、見てこれ絶対うみゃー告白じゃなかった、なんだこれ、なんだこいつ、なんだこいつ、見てこれ絶対うみゃーっつってなんか写真送ってきたけど見えないわ絶対うみゃー告白じゃないのかよ、ツンデレだなあの人ねえ金貸してねえ金貸してはしんどいわ。見てこれ絶対うみゃーってきたわ何の写真送ってきたんだろうねあの人は。ミスターとんだったら最近はね、あ、ミスターのめっちゃ初期の頃の前髪パッツ、前髪こんぐらいのやつで、こうやってこっから撮ってやってる写真をミスターに送ったらね、でこれ可愛すぎて死ねるっつったら爆笑爆笑爆笑ってきた後に、おいバカにしてんだろってきたから、大きくなったなって言っといたそしたらお前もなってきた親かよ、マジ孫の会話だわほんまに。こんばんは、こんばんは。あの時のミスは可愛いね、まあ、いつでも可愛いけどね、いつでも可愛いけど、あの時のミスはマジで可愛い。それ送ったら、おいバカにしてんだろってきたから、大きくなったなって言っといたお前もなっつってきたけどね、おもろかったわ。ディーディーディー、
てて、こんばんは、こんばんは。いやらしいでしょ。だからね、本当にね、ちょっとお茶飲みて、喉乾いた。なんか最近さ、人と話してないからさ、じゃあ人と話してないよ、ちょっと違うな。こんなにマシンガントークしないからさ、超喉乾くんだよね。よいしょ。今日は生茶ではありません、あやたかです。これがでかいんだよ一番。反対側に行ってもどんどんでっかいから見失わなかった、よかったよかった。人以外と話だな。うん、主にはうーん、充電器とか携帯とかと話。でもさ、昨日ちょみんな当ててみて、昨日のヒャナが携帯をいじった時間、あのなんとかタイム、スクリーンタイムか、さっきスクリーンタイム見ててさ、あのびっくりしたんだけど、ヒャナが昨日携帯いじってた時間トータル、昨日ね、昨日何時間だと思いますか。昨日何時間携帯いじってたと思う、ヒャナ。25、それも昨日じゃねえじゃん16時間と予想、10分、23、20、20、17、30分、1時間、携帯いじった時間だぞ。1時間は6時間、15、18、2、15分、2分2分。それではね、正解の方を発表していただきたいと思います。なんと正解が21時間でした。考えてみて、1日が24時間でしょ。1日が24時間で、そのうちの21時間は携帯いじってるのよ、はにゃはにゃっつって。普通に頭悪いよね、部屋の。でも携帯いじってないと落ち着かないんだもん。だって寝てないのが、いや寝てられた、だって日付超えてからいつも寝てるから、それは関係ないのよ。そう、日付超えてから寝てるから、それは関係ないんだけど、今日がね、さっき見たの、さっき7時ぐらいに見たのが17時間だったから、今は多分18時間目ぐらいかな。スマホの画面を灰色にすると触る時間が減るし、そうなん？そうなん？それやってみようかな。携帯何見てた？いや、特に何か見るわけでも、 LINE 返すわけでも、あの完全な未読無だから、 LINE 返すわけでも特に何を見るわけでもないんだけど、でもいじっと、何かしらこうやっとかないと落ち着かないのよ何かしらずっとね、シュッシュッシュッ返さないけど LINE 開いたりとか、そうしてる。返すよ、いやめんどくさいんだよね。いや返すよ、全然返すんだけど、返したら返ってくるやん、でそれをまた返さなあかんでしょ。なんだその連覇、めんどくせえ。ちゃんと大事なのは返してるよ、大事なのは返してるんだけど、なんか広島帰ってきたんとか、あのお疲れとか、いつ遊べる次とかは心の中で返してるかな心の中で広島帰れ、ただいまーとか、いつ遊べる、最近は遊べないとか、お疲れとか、ありがとうとか、心の中では返してるんだけどさ、ちょっとね、打つとなるとまた違うよね。
心の中ではちゃんと返してるよ。絶対みんなそう、あのそういう部屋にそう言ってるけどさ、絶対みんな返してないでしょ LINE とか。だってさ、お尻に似るって言うじゃん。絶対返してないっしょみんな。返してる人どんぐらいいるの。せめて既読はつけてほしい。ごめんや、ごめんや、そんなことない、もちろん返してる。確かに既読だけつける既読は、なるほどね、既読だけはつけるのか。返すときも、あ、それも返すときもあるよ。文章やつや電話の中や、確かにね、確かにね。嫌いなやつはする。いや、興味ない人だとはそもそも LINE 交換しないよね。1年後に返したの、2019とかの夏とかに来てるやつ、まだ返してないのあるよ。LINE ってさ、めんどくさいじゃん。 LINE を見るよりは Twitter、インスタ、7号を見る方が多いかな。返さないけど、ごめんなさい、返します。ちょ、見るんだけど、見るんだけど返してないのよ。 LINE 現象、マジで、マジで LINE 現象。返すね、ちゃんと。かっこいいってやつ着てますね、ありがとう。アディダスコラボです。間違えた、プーマだったプーマコラボです。バラ、誰と LINE するの。友達、メンバー、マネージャーさん、先生、親、弟、以上。そんなにめんどくさかりなのに21時間触ってるのが不思議。そうなのよ、自分でもそう思う。それでちゃんと返してたらさ、また違うじゃんか、印象が。だってさ、友達と遊んでる時にもさ、友達と遊んでる時ってさ、ひたすらこうやってやってるのにさ、この前なんかめっちゃ仲いい友達に言ったのが、お前さ、つって、なんでそんな携帯いじってんのにあんな LINE 遅いのって言って、ごめんシンプルにごめん、シンプルにそれはごめんと思って。すいません。言われました。あと私基本 LINE の丸いところあるじゃん、なんだっけ名前なんだっけ名前忘れちゃった、丸いやつ LINE の、あ、アイコン、そう、アイコンだ。アイコン、私基本初期設定なんですけど、初期設定で、あの私今前、あのクロミちゃんの着せ替え使ってるから、このアイコンがクロミちゃんなんですよ、自分のやつは。あ、可愛いなと思って見てるんですけど、あの他の人の何も着せ替え使ってない人だとめっちゃ私すごいなんか怖い人みたいな。でお母さん、私のママが何も着せ替え使ってなくて、タイムラインは見てるのか、タイムライン見ない見ない、なんか私のお母さんがアイコンとか何も表示されない初期設定のまま、だからその着せ替えを使ってないですね。だからもう めっちゃ怖い人なのよ、部屋のが。で、部屋の背景も別にそんな、あの無地なの、白の無地なのね、私今。そんだからめっちゃ怖い人だから、ママにアイコン設定してってめっちゃ言われるのよ、く。そのために設定してんだけど、なんか気持ち悪くてすぐ消しちゃうのよ。でも今はね、ちゃんと設定してる今はね、ちゃんと設定してます。なんかレイちゃんがね、撮ってくれたやつ、レイちゃんが撮ってくれたね、なんか
お買い物してる時の後ろ姿なんですけど、ちゃんと設定してます。偉いっしょ。てかね、インスタにさ載せたい写真たくさんあるんだけど、なかなか機会がないんだけどなかなか機会がないんだけどな。また近々載せれたらと思います。今日なんか載せようかな。なんかいろいろね、プライベートでね、アイリとかね、レイちゃんとかね、遊んでるんだけどね、ゆきまるとかミスターとか、なかなかね載せないんですよね。インスタ載せようかな。一番最近の投稿はあれでしょ、レッスン着かわいいでしょのやつでしょ。あれはねミスターが撮ってくれたやつかな。 LINE 交換してくださいしんど交換するか。じゃあ QR 送っといて、載せなさいね。載せたいなとは思うんだよ、載せたいなとは思うんだけど、思うだけなのよ。行動に移さないタイプです。ドヤドヤんだドヤんだドヤ。この子もこんばんは。みんなが見てくれるんだったらね、みんなが見てくれるんだったら載せてもいいなとは思うけど、みんなが見てくんないんだから、みんながさすぐ見てくれないんだったらちょっと載せない。見てくれる？見てくれるんだったら載せるわ。今めっちゃ写真あるから、もう一日毎日投稿できるよインスタ写真ありすぎて。います、見とる。10秒以内に見る自信ある人手挙げて。ちょっと10秒以内に見れるよっていう自信がある人は載せる。そういう人が多かったら載せるわ。見てくんない人がもたくさんいたらもうやめる。すねる、すねって今からお布団の中潜るから。3秒で見る。おお、いいねいいね。3秒で見る人出てきたよ。それはちょっと、それはちょっと、それはちょっと、それはちょっと。お、手挙げてる人たくさんいる。いいねいいね、素晴らしい。頑張る頑張る。お、いいね、その心意気が大事。なんなら器猫を見る。お、いいねいいねいいね。今載せば、今っすか。じゃあ配信終わったらすぐ載せるわ。配信終わって3分以内に載せるね。じゃあ頑張っていいねしなくて、いや見て、見たとしてもいいね押さなかったらそれは見てないに入るから、いいねしてコメントして初めて見たってことになるから、うん、うん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 、よろしく。だからご10カウント終わった、ありがとう。こんばんは、はい、よろしくね。だから配信終わって3分以内に載せるから、頑張って頑張って写真選んで。写真ありすぎてさ選べないかもしれない。頑張るわ。ドゥドゥドゥ、感想コメントもするべき。うん、だからな、そうだな、いや得点つけようぜ。コメントも何もしないのはダメ。でも何もしなかったらそれはもうすねのがすねるよ。怒ってもう一生インスタがなくなっちゃう。今年は梅雨長い。マジマジ梅雨長いの、頭痛くなっちゃう。じゃあご飯をそれを確認してから行こうかな。そしてそして今日のご飯何？私はハンバーグ。コメントのところにテレパシーって書く、いいね。くるっちまうほどにキュートな彼女。コメントはとかでもいい？いいよいいよ。ふてガーター、ガーターって何？ボーリングの端っこいやでもマジボーリングの端っこに好かれてるんだよね。マジでガーターにしかいかん。
変身したら人には要求する。ヒゲノは自分のことを棚に上げて人には言えるタイプなんで、はい、私そのタイプなんです。ドヤ全然ドヤれん。一番槍を狙います。ザス。歌もアップしてください。歌もアップしてください。いいよ、何歌ってほしい。こんばんは、歌を待って話題になってた。マジ嬉しいじゃん。それのどこで話題なの？ツイッター？ツイッターで話題になるんですか？ TikTok もお願いします。 TikTok もね、割と撮ったよ。載せてないけど載せろって載せろって。こんばんは、こんばんは。歌か、歌アップ、何歌ってほしい。ツイッターとかにはあげれたいけど、ストーリーとかならいけそう。クリティカルヒ、やった。 YouTube したら。 YouTube はしない Twitter と AKB チカミンスレで話題でした。チカミンスレ、AKB にチカとかあんの？トトコハム太郎、走るよトトコハム太郎。どんどんサイドアウトバレ出したな。元からだぜ。キヨのカレンちゃんの配信カレンちゃんカレンちゃんカレンちゃんかカレンちゃんの配信で絶賛だった。なんて言ってたの？知りたい知りたい。じゃあみんなサイド教えて。部屋の自己肯定感どんどん上げてこう。教えて教えて。メンバーは地下を検索してはいけません。あ、検索すんの？でもたまに送られてくるんだよね、そういうの。この前ね、なんだっけ、誰のそれだっけ、アイリだっけ、なんかなんだっけな、アイリのそれに私とレイちゃんの名前が出てて、褒められてんのかディスられてんのか分かんなかったそう、うん、多彩だよね。うんうんうん、多彩。そう、悪意少なめな地下版がチームメイトまとめリカです。まあ、まとめしてる時点で悪意が少なからずあるってことだからね。知らんけど知らんけど。歌もダンスも喋りもみんないけるもの。それな、あとスタイルいいしね。多彩感じちゃうから面白がって書いてるよね。まあね、あの入った当初はね、あの見てめっちゃ傷ついてたでも今は見ようと思わないし、見ても別に何とも思わなくなってきたからな。これが慣れってことですね。みんなも慣れな。そう完璧超人、完璧人間、完璧2個いらないから分かってるし、そんなら。ミリの女はがっつり見るべしとか面白くまとめてる。なんだっけそれなんだっけそれ。強くなりました、強くなりました。なんかこれで
これでアイドルなら当たり前、ガチガチ当たり前だ。こんばんは。レイちゃんとのショールーム、レイちゃんとのショールーム、なんか言ったっけ、いいやな記憶喪失、記憶喪失、ちょっと待ってね。レイちゃんとのショールーム、ポン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 、当たり前体操、ガチ。ガチ、まあそっか、オッケー。そういう考えの人もいるよね。まあ人の考えはそんな否定するあれではないですけど、びっくりしました。ステージ出る前とかは気合い入れるたりする？チョコ食べるから。でもなんかチョコ食べたらね、甘いじゃんか、甘いからなんかクッてやる気入るかな。こんばんは。なんて言われ東京なんですか？広島だよ、広島です。チョコ常に食べてるやんなんなら配信始まる前も食べてよ。こんばんは。かわいい、ありがとう。頭の回転が速くなるとか、うん、もそうだし、なんか自分の中のなんかルーティーンっていうか、なんて言うんだろう、なんか落ち着く、チョコ食べたら。なんかいつもチョコ食べてるからだと思うんだけど、落ち着くんよね。今日歌う？イヤホン持ってないわ。一番おすすめのチョコは？一番おすすめのチョコ、矢野がずっと食べてるやつはね、ちょっと待ってね。矢野がもう永遠に食べてるチョコは、配信終わってから食べようと思ってたんだけど、これ2箱目ですね。永遠に食べてるチョコ、ガーナです。ガーナのこのチョコ、主食チョコ、うん、マジ毎日食べてる、マジ本当に毎日食べてる、食べない日ないと思う。なんかチョコ食べたらなんか肌荒れるとかよく言うけど、実際荒れてないから、絶対あれ嘘。なのはこれを冷蔵庫に入れてます。冷蔵庫に入れてカッチカチにしてる。ガーナのブラックじゃない？美味しいけど、ヒャナこれが一番好き。ミルクチョコレート。チョコ食べて生茶飲めば飲んでください。うん。今日生茶じゃないけどね。今日は焼き方だけどね。チョコ食べたらマジ喉乾くんだよね。ガーナとヒーナどっちが好き？もう圧倒的ガーナ、圧倒的ガーナよ。こんばんは。一時期明治のチョコ食べて、食べてたね。最近はずっとガーナにハマってます。でもなんか
なんか知らないんだけど、なんか知らないんだけど一瞬でなくなるんですよこちら。うん、一瞬でなくなる。絶対ね誰か食べてる気がするこの前さ、雪丸と雪丸とティンとヒアノと、うん、その3人でいたんですね。その3人でいて、で私がこのいつも通りこのガーナのチョコを食べてたんですよ。そしたらなんか秒でなくなっちゃって、秒でなくなっちゃってあれと思って、誰か食べたこのチョコっつったら、のんのん手も休まずずっと食べてたやんって言われて、私無意識に無意識にひたすら全部食べてたんですよ。だから意識的にチョコやめないとずっと食べちゃう。一時期ねマジ狂ったようにしてたことがあって、コンビニとかにさ、コンビニとかに売ってあるさ砂糖スティックあるじゃん、シュガースティック、わかる？なんかコーヒーとかに入れるやつ、わかる？中3かな、高1？中3か、中3の時にあの私ダイエットしてて、野菜朝昼晩ずっと野菜食べてて、ドレッシングかポン酢っていうダイエットしてて、で中3の時にそのダイエット中に、うん、そのダイエット中にそのスティックシュガー糖分が足りなさすぎて、自分ででもすごい無意識にそのスティックシュガーをコンビニで買ってガブ飲みしてた。シャービリシャービリシャーってこれ頭おかしかったな。砂糖飲み、そう丸飲みしてた。すごくね、人って糖分足りなくなったらこうなるんだなと思った何が何でも糖分が欲しくて、シュガースティックガブ飲みしてたよね。ガムシロップ飲む人いた、マジ。ガムシロップは体に悪い、まあ砂糖シュガーもね体悪いけど、だからもうそれ以来ダイエットしてないだからこうなった。これ10個入りなのに、あれで、あれでおかしいな。やめよ、もうやめよ。えらい、やめた。
しまった。ほーい。甘いもの好きなんですか？好き。甘いもの大好きです。生クリームとかめっちゃ好き。この前さ、ママがさ、鯉のぼりのケーキ作ったんですね。で、生クリームが余ったんですよ。その生クリームさ、割と結構な量余ったんですけど、食パンがあったからさ、食パンに生クリームベタ付けして、もう食パンこの量だとしたら生クリームこの量みたいな、もうガチでそれぐらいつけて食べてた。パパに惹かれた目で見られたことって見られましたね。グラビアの仕事来たらどうするのよ。グラビアの仕事と甘いもの関係あんの？グラビアの仕事と甘いもの食べたらダメなの？しないけどさ。歌うまい人だ。それ私。それ私。まあグラビアは需要がある人がするやつだから。そうそう。需要がある人がグラビアをするのであって。別に需要がない人にはグラビアの仕事来ないんで大丈夫。そしたらバジャゴの飲みせんとよ。任して。なんだ、歌とダンスお笑いか。お笑いか、こっち路線出ないの？どっち？来たら受ける。今は断る。仕事って断れんの？仕事断れるんだったら、あの炭酸飲む仕事断ってたんだけど。仕事だから炭酸飲んだから部屋の。チョコレートの次は何にハマると思う？なんだろうね。うん。おせん、逆にせんべいとか。逆にせんべいとか。せんべいはね、あの割とハマった時期があったんですよ。私、しょっぱいものが大好きな時があって。そう。お塩のおせんべいが大好きで食べてた。もうこんだけしかない。お茶茶がこんだけしかないです。ママ携帯がなかったらどうする？
どうしよう死んじゃうかも。あ、待って、ちょ、冷蔵庫閉まってくるね、ちょっと。あと3つ今開けたのにあと3つしかない。チョコどう思う？永遠と食べちゃう。とや、お、あやたか入ってじゃん。冷蔵庫にあやたか入ってた。生地じゃなくてあやたか。閉まってきた。お疲れお疲れ。チョコはブラックコーヒーにも合う。ブラックコーヒー飲めないんだよね、部屋の。残り3つ。切ない切ないね、切ないね。こんばんは。今日はカステラ食べた。カステラ食べたい。いいねいいね。チョコレートにはね、ポリフェノールが含まれて。ポリフェノールって何？今チームメイト一番高いメンバーのんのんですね。モデルできるかな。うん、モデルはしてみたいんですけど、チームメイトが今東京にいるメンバー主役、東京に住んでるメンバーを推してるから多分無理地元メンバー全然あれだもんな。カステラ長い長いな、カステラ長い間食べてね。長い間、長い間でしょ絶対長い間食べてない。おばあちゃんがねよく送ってくれるんですよ。食べてる。ひなこと同棲は絶対やだ絶対やだ。こんばんは、こんばんは。この前ひなこと大学どうするって話してた。大学どうするっつって、一緒にめっちゃ頭いい高校行こう。行こうじゃねえわ、一緒にめっちゃ頭いい大学行こうぜっていう話をしてた。東大やろ。あ、まあ、行くとしたら東大か慶応か、まあ早稲田か、明治か、まあ、ワンチャンね、ワンチャンハーバードかなみたいな。いや、まあハーバードはまじあのまあいけるっしょみたいな。フォローしてほしい。ハーバードのツイッターフォローしてるから。大学って勉強とかするらしい。ガチ？大学ってサークルだけじゃないの？行くの、行くの、勉強すんの？ガチ？マジか、マジか。泣くの食べられるね、どっちかにしてよ、ちゃんちゃんちゃん。こんばんは、こんばんは。バイトするとこだと思ってた。バイトして、マジバイトしたいな。へいらっしゃい、江戸も行っちゃう。言いてえな。
チョコなくなった。チョコ冷蔵庫しまってきた。えらいでしょ。居酒屋、そう、居酒屋でバイトしてみたいんだよ。部屋の Mac でバイト。Mac 笑顔ください。はい。コンビニのレジバイト、コンビニは難しそう。なんだっけ、あのなんだっけ、怖そう。コンビニは高校だったら東京住む。って感じ。メイドやってください。メイドカフェ、メイドカフェいいね。来てくれる、ヒャンナがメイドしたら。みんな来てくれる、みんなが来てくれるんだったらやるわ。家庭教師お願い。家庭教師、家庭教師って勉強でしょ。ああ、小学校1年生とかなら教えられるかもしれない。小学校1年生とかなら教えられるかも。いいですか、1たす1は2ですよ。そりゃ行く、行ってあげてもいい。1回くらいなら行く。みんなツンデレだな、通うくせに、通うくせによ。お茶の水女子大、学費も寮費も安いし、寮なん？へえ、大学って寮あるんだ。東大行くのに家庭教師できないのか。いや、あの私のレベルについてくれるのかなみたいな、ちょっと思いました。何言ってんねん。待って、もう1時間した配信、マジ。女子大行きそう。いや、もう女子校は勘弁。ちょうど1時間。いや、びっくりした。待って、時計動いてないと思った。時計動いてないのかと思った。ビッと今と思った。もう1時間したん、早いね。大学や、もう女子校はいい、もう勘弁。でも教学も教学でめんどくさそうなんだよね。楽しそう。いや、女子校も楽しいけどね、楽しいんだけど、楽しいんだけどね、女の子にモテてもあんま意味ないんだよね。女子校の良くないところは、特にない。僕女子校行きたい。おまわりさん、おまわりさん、ここです。教育のドキドキ感を味わわないと。どっちかな、共学も共学でめんどくさそうだけどね。女子校楽しいけどね。そうなんですよ。高校楽しい、楽しい。女子校の先生になりたい。大変よ、女子校の先生。もう担任見てて思うもん、絶対大変だろうなと思って。だって怒鳴れないじゃん。怒鳴れないけど
うるせえのよみんな。だから大変そう本当に。こんばんは、こんばんは。キュアガールとちゃんとしていかないとね。いや女子校もちゃんとしていってるけどね部屋の。キュアガールはタイと異性の視線意識して大変ね。どうなんだろうね。まあでも女子校も女子校で大変だけどね。だって女子校の中でも私女の子にもモテるんで女の子にもモテるんですよ。高校入ってどんぐらいだろう、3ヶ月ぐらいかなに、そう先輩に呼び出されて、何かなと思って行ったら告白された。それ初めてかな。いやでも初めてじゃないけど女の子に告白されるの。まあ何が言いたいかっていうとモテちゃうんよね部屋の。付き合ってるの？いや付き合ってない。割と女の子に告白されること多いよ。ありがたいですけどね。まあ何が言いたいかっていうとね、モテちゃうんよ部屋の。モテちゃうんだよね。モテるコツ教えてください。私になることかな。その話詳しく聞かせてもらおうか。聞きたい。この話聞きたいのみんな。ごめん電話かかってきた。友達から電話かかってきた。ごめん。サーリー、サーリー、友達から電話かかってきました。ごめんねみんな。ちょっと男子っぽい。え？え？そっち私。そっち？うわ友達が病んでるわ。友達が病んでる。あかん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 。友達が病んでます。だから電話かけてきたのかな。ヘイト同士で誰か付き合ってる人いる？私とミッサ。私の嫁だからあの人。女子に告白されるんだから男側でしょ。ねえ友達からめっちゃ電話かかってくる。何よ何。ちょっと一瞬行ってくるね。一瞬行ってくるわ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。なんかこの人病んでるからやばい。ごめんみんなちょっと行ってくるね。ちょっとね、うーんちょっと待ってて。ちょっと待っててください。なんか病んでるけどどうしよう。でも配信なんか大事だけどな。でも友達も大事なんだよな。どうしよう。どうしよう。友達から2回電話かかってきてしんどいってきたんだけど、しんどいってどういうことだと思う？まあいっか。どうしようかな。しんどいってなんだろう。なんかあったかな。風かな風かな風かな。
じゃあね、1時間ちょっと配信したということで、そろそろねそろそろね終わりたいと思います。すいません、なんか病んでるということで、キャッチフレーズをしたいと思ってた、ランキング発表したいと思います。13位風車ターボちゃん、ありがとうございます。12位ネーション220万さん、ありがとうございます。11位アイタイチさん、ありがとうございます。10位シノーさん、ありがとうございます。9位ももたれんとアマゾンさん、ありがとうございます。8位梅子美女さん、ありがとうございます。7位ハオさん、ありがとうございます。6位黒垣にしろさん、ありがとうございます。5位ベニズワイガニエビミさん、ありがとうございます。4位ベベモンさん、ありがとうございます。3位くましろさん、ありがとうございます。2位キャンパイさん、ありがとうございます。そして1位はドロドロドロドドン、キラキラボさんです。ありがとうございます。キラキラボさん、ありがとう。またランプ待ってね。またじゃあ、リクエストしておいてください。頑張って歌うので、キャッチフレーズしたいと思います。絵の具もっともっとって言ったら、奥もっとって言ってください。いきますよ、もっともっと、奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳、のんのんこと奥もと編です。よろしくお願いします。いえ、やっぱり男子の配信面白い、なんでやねん。ということでね、今日もありがとうございました。またいつかしたいと思いますので、ぜひ見てください。それではバイバーイ。3、2、1、0、アデュー。